困難救助隊の初代隊長の黒田武博です。困難救助隊といいますのは、結婚したい人が結婚できる社会に誰もが、それを、とことん、突き詰めていきたいし、そのためにはこう結婚したい人が結婚できるように、ご協力お願いしますというコンセプトの動画です。それでそれぞれのね語りですけど、好きなことを喋ってます。昨日今日とまた2時間ドラマ映画見たんですけど、午前中見た方、先に見た方から語りたいと思うんですけど、今日は2021年ですね、令和3年の4月の11日日曜日、私もあと2ヶ月ジャストでとうとう6じゃねえや54歳になってしまいますね。まだ53歳ってことで、とにかくまだまだ2ヶ月もありますから、なかなかね本当結婚難問題っていうのは本当にね、困ってる人は困ってると思います。あとそれを通り越してですね、諦めを通り越してもう無になってしまった人もいると思います。それをなんとかですね、よく諦めが悪いとか執着とか言いますけど、執着とかね、だけどこれやっぱりね、生物としてもね、人間ですからね、生物ですからね、結婚したい人は結婚できるようにっていうなってほしいんですよね。だからそのためにはね、私一人ではできませんから、こう全人類のね方々がそう思ってくれることが必要ですから、お願いしたいですね。あれ、メガネどっかやっちゃいましたね。まあいいか、メガネなくても、まあ、なんとか、メガネ後で探すの大変ですから、けど、家の中にしかないですからね、おそらくね。うん、それはそう、おそらくっていうより、今日出てないですから、家に。そういうことでね。今日は、なんか2、3日前とか、4、5日前かな、ずっとですね、今日は晴天で穏やかな天気だっていうことで、風はないんですけど、なんかこう、うちの方は曇っちゃってですね、まあ、水郷地域ってやつですけどね、霞ヶ浦とかそういう、利根川水系のですね、雲が思ったより出ちゃって、で最新の天気予報じゃ曇り時々晴れかなんかそんなになっちゃってて、まあ、ギリギリまで分かんないんでしょうね、まあ、地域的なものかもしれないですけど、ちょっと雲いっぱいで今も雲に入っちゃってて残念ですけどね。これ雲があるのとないのと全然違いますけどね。今のは茨城県弁じゃありませんね、今ね。茨城県弁でもないですけどね。まあね、まあそういうことでですね、この頃ですね、1980年代とかちょっとそういう古い2時間ドラマ、それもサスペンスがほとんどなんですけど、見てたのがね、で語ったのが。で忘れちゃうんですけど、今回はちょっと2019年ってことでね、まだ一昨年ですよ。なんかコロナ前ギリギリですか、なんかね、あのダブルライフって書いてありますけど、長いお別れっていうね、これレイモンド・チャンドラーのね、ハードボイルドではなくですね、中島京子さん、この人は直木賞作家なんですね、小さいお家っていう、これも松たか子さんがなんか演じている映画かドラマかでって書いてあったみたいですけど、なんか見たことあるようなないような、ちょっとただ私よりは3つくらい年上の方ですよね。で中島京子さんっていうと、なんかアダルトビデオ女優の人もいるらしいですね、別人でね。困ったもんですね、これね、2つ出ちゃうんですね、これね、検索するとね。まあ中島か京子さん、まあ結構ね、多い名前でしょうけどね、これね、京都の京に子ですからね、中はで島は島ですからね、何言ってるかね、分かんないじゃないですか、こういったってね、この映画の中でもなんかアメリカのね、先生がね、漢字のことを、あの複雑な象形文字かとか言ってましたけどね、もうちょっとでちょっと光が入るかなってくらいですかね。ちょっともうちょっとですね、雲に隠れちゃってますね。あ、眩しい。ですね、それで、やっぱりね、これどうしてもね、竹内優子さんがね、
自ら命を絶ってしまったっていうのがこれ頭に浮かんちゃうんで、竹内優子さんがねほぼ本当に主役の一人でしたから、でもこれすごくいい映画っていうか、今のね複雑さもね、男女関係の複雑さ、家族の複雑さなんかも考えている、そういった作品が多いんですかね、この中島京子なんていうの。でこの人の実際のお父さんがやっぱあの、の病状の進行をこうなんか元になってるみたいですけどね、まあフィクションですけど、かなり、この中島京子さんもね、直木賞作家の方の、周囲が、モデルになってる面もあるんじゃないかということで、結構ね文学賞も中央崑崙文学賞第10回第5回日本医療、それそうですね、日本医療小説大賞というのがあるんですけど、それを受賞してるということで、非常にそれでまあね、この原作のね女流作家の方は、ご両親がねどちらもフランス文学者で、でお姉さんもフランスに在住してんのかな、これなんかエセストでね、でお姉さんがね、私ねフランスはイメージ的に好きじゃないんですよ、申し訳ないですけど、フランスの方あの、まあ、フランスの方は聞いてないかもしれないですけどね、聞いてるかもしれないですけど、聞いてないかもしれないですけどね、その確率の方が高いんでしょうかね、フランスなんかね、あのなんかあんまりにも個人主義自由主義が英語的なイメージがあってね、フランスっていうのは、まあ日本も同じようなもんでしょうけどね、まあ、なんだろうな、でもこのね、原作者のお姉さんはなんか、どうも調べてるところではフランス人女性っていうか社会をなんか、まあ結構子供がねあの出生率が高くなってきたというか上ってきたみたいで、まあそれから新型コロナウイルスに全世界的になっちゃってますんで分かんないですけど、っていうか全世界的にちょっと出生数が減っちゃってる、出生率が減っちゃってるらしいですけどね、新型コロナウイルス のあれですね、心配でね不安で、だけどフランスっていうのはちょっとそういう2019年頃出生率がたあの再び高まってきたっていうことで、ただ事実婚とかねそういうなんかはっきりしないところだから、私はあんまりフランスって国とか北欧もうあの、スウェーデンあんま好きじゃないですね、まあまあまあ、この映画でもねあの蒼井優さんね、あの、まあ、実際にはね南海キャンディーズの山ちゃんでしたっけ、あのスッキリの天の声の人ですか、よくわかんないですけどね、あのその人とご結婚されましたけど、実生活ではね、でも最初あの小説家志望の男の人と、これはねなんか同性なのか半同性なのかわかんないですけ ど一緒に住んじゃってたんですね、結婚もしないのにね、そしたらあのその男の人が小説家を東京で諦めて、まあどこでも書けんでしょうけどね、小説書ける人はね、書けない人は書けませんけどね、だけどなんか北海道行ってこれジャガイモ農家とか、まあ北海道の人だから広大なね土地持って、であれなんでしょうね、跡取りなんでしょうね、でこれねあの誰だ、演じたのが誰だ、ちょっと分かんなくなっちゃったんですけど、まあね、あのそれであの泣きあのちょっと判別を書きながらあの泣きましてですね、あのこれねやっぱり一日の時間のためにこう日に当たるのと、これ半分しかもう廊下のあの日が陰っちゃって、この時期になるのも冬だったらまだあの家の中まで入ってきてるんですけど、だからこの何ですか、あの合理性をねあんまり合理的なっていうのも好きじゃないんですけど、合理性をこうね得るためにこうもうちょっとこっちが行きたいんですけど、この顔が半分になっちゃうんでね、もう映ってないかもしれないですけど、あのよくわかんないんで、ちょっとあと撮り直しもしませんので、あの基本的にはよっぽどの時はしてますけどね、あまだ曇っちゃったんですけどね、なんだっけな、蒼井優さんもだから結局ね結婚してないから ×1 ×2 とかなんないくせに、まあ肉体関係でお互いのねやり逃げちゃって片方に
行っちゃったっていうね。だから良くないんですけど、それがでもね、映画の一つの最初の方の場面出てくるんですけど、それがちょっとね、やっぱり なんて言いますっけ、映画のなんつうか伏線か分かんないですけどね、なんか伏線か伏線か分かんないですけどなってるわけでした。でその後でなんかこの映画の中でもね、やっぱりなんだ、お父さんお母さんつうかね、今ですね、なんだかですね、あれはガスメーターの方ですね、入ってきましたね、自転車乗ってね、ガスの点検、数字のメーター見るんでしょうね。かゆいですね、これ花粉症でしょうね、これね、かゆくなっちゃったんですね。いろんな人が通るんですね、これ日曜日ね。なんか思考が止まっちゃいましたね。なんだろうな、お父さんはね、学校の先生だったんですね、山崎努さんがやってます。山崎努さんも当時2歳くらいでね、演じたんでしょう。で奥さんがね、あれですよ、これ昔はあれですか、日活の裕次郎とかね、吉永小百合とか泉雅子とか、あっちの方のグループだったんですか、分かんないですけどね、若い頃はね、美人女優の松原千恵子さん、74歳くらいの時の作品ですかね、72か、でもいずれにしてもあれですね、困難救助隊ね、年の差婚というのもいいと思うんですけど、意外とね、10歳以上男と女が、夫婦役とか恋人役で差がある演じ方って多いですね。なんだろうな、山崎努さんがね、非常にそのだんだんね、アルツハイマーで、だんだん物忘れがひどくなってくね、様子がね、すごくうまく演じられてるんですけど、監督がね、これ湯を沸かすほどの熱い愛でしたっけ、これですか、リエ、あれですよ、宮沢りえがやったね、新人役の、あとあれですか、二宮和也でしたっけ、なんかこうカメラマンの役ですか、浅田家とかね、これ中野亮太監督っていうんですか、今47歳の人みたいですけどね、結構本当になんつうか、なんていうのかな、家族とかそういうね、なんかやっぱり なんとなく特色がある映画を作っていこうとされてる方みたいですね。すごい、一つの複雑なね、現在のこの複雑化した家族も含めて、携帯も含めてですけど、で私はね、やっぱりお父さんお母さんがいて、子供がこうね、兄弟もいて、こう育まれていくっていう、それが人間の家族作る人間っていうのが基本だと思ってるんですよ、男女でね。今だ LGBT とかね、離婚が多くてね、別れちゃってシングルマザーとかシングルファザーとかね、あとシングルになっちゃった離婚経験者とか、そういうのの報道が多いし、応援するのもそういうとこが多いですけど、弁護士なんか離婚弁護士なんて出ちゃってね、でもう金儲けしてる ひどいね、なんていうんですか、そのペーパーテストだけできるようなね、あと小難しい言葉に変換するような人が多くなっちゃってますけど、でもね、それには反対なんですけどね、でミャンマーなんかひどいですよね、だって法律も何もなくなっちゃってますもんね。矛盾してますけどね、法律は日本はなんか悪いとこは悪いけども、軍事政権でね、反対した、国民をね、別に戦うわけでもないのにデモに出ただけで射殺しちゃったりしちゃいけませんよね。なんか国際連合って 何やってんですかね、国連っていうのは、WTO もね、医療
医療分野の 医療機関もね、そこのなんかドタバタしちゃってますけどね、うん、でね、うん、で、そうだ、うん、そういう、だから竹内優子さんが長女で、蒼井優さんが次女で、松原千恵子さんがお母さんで、山崎努さんがお父さんで、お父さんがどんどんこのアルツハイマー痴呆症が進んでいくっていう話なんですね、うん、その間にこういろいろ、うん、お母さんもねちょっと何ですか、白内障だったか何だったかでこう目で入院しちゃったりね、その間ちょっと次女のね、やっぱ30過ぎてもこう結婚していないっていうこの蒼井優さんで、と途中でね、その中村のりやさんがね出てきてね、半分蒼井とかでね、の中村のりやさんが出てきて、偶然ねその徘徊してた山崎努さんを見つけて、なんだこう蒼井優さんのところに来たら、中学時代かとかの同級生でね、あらーって感じで、ありがとうって感じだったんですけど、その後付き合い出しちゃったんですね、うん、で結婚してんでしょっつったけど、やっぱりちょっと、妻子がね離婚して別にいるっていうことで、それでまあ相手のね、なんかあの中村のりやさん演じる、男性のねお母さんなんかもなんか食堂やっててね、そんで蒼井優はそっちの方も面に進んでますから、でいろいろこうなんかなんていうんですか、このあの移動販売の方もね始めたりしてたりしてたんですけど、できれば再婚してほしいなってお母さんにも言われたのに、誕生日かなんかの娘のね時に再び会って、ああいうは心配でこのねその影から見てたんですけど、復縁しちゃったんですね、うん、それはいいことなんですけどね、うん、仲間のりやさんとその奥さんと娘さんで、そのお母さんも来てこう頭下げてね、奥さんの方がねで復縁して、そんでまあまた出演しちゃったよって蒼井優が大泣きしちゃってね、本当に実生活じゃね幸せな蒼井優さんですけど、この映画ではもう本当失恋ばっかりしちゃって、で頑張ってはいたんですけど、やっぱ30超えちゃって独身だっていうね、うん、だけど蒼井優さんそれでかつ山崎努さんのね介護もするんですけど、すごいシーンがありましたね、こう漏らしちゃってですね、山崎努さんが うんこね、そんでこう風呂場でねこう松原千恵子さん目の病気で入院してますから、白内障かなんかで、それでこうズボン下ろしてあげたんですけど、そしたらこうすごくねこうなんか熟睡ができてるような、なんかこうなんかこうなんていうんですか、なんかすごいこうおけつのねこうなんかすごい抹茶色塗ったようなね、すごい漂ったようなうんこのシーンがねすごくこう印象深いんですけど、なんかね、うん、本当にね大変になっちゃうんですけどね、でもお父さんとお母さんはそれでも本当にねこうがっちり組んだ、そんなねなんかボケてんのに、お嫁にもらうためにこう頑張るからねみたいなことを山崎努さん演じる老人が言ったりね、ボケちゃったね、うん、なんかそういうね、なんかあとコメディタッチなねコミカルな面をたくさん入れてんですよ、そういう深刻な話題だと思えば深刻な話題なんですけど、うん、でとね老人ホームに入ったらなんか難しい感じ、100点でね隣のおじいさんおばあさんたちから拍手もらっちゃったりね、うん、で、そりゃそうでしょ、私は普通、学校の教師だったんですからとかスラスラ言っちゃったら嫌味じゃないですか、ところが100点取ったってみんなからもこう拍手されてるんですけど、それで、山崎努さんがこういう老人がこう「そりゃ そうでしょう私は、何だったかな、職業がね」とか言ってるんで、全然何て言うんですか、鼻高々でなんか
鼻持ちならないように人間に見えないというね、わけわかんない面白さとかね。だかこの中野亮太さんっていう方はね、すごいそういう、コミカルなね感覚も、アットホームな、なんか山田洋次タッチな、そういうの継ぐ方なのか一人なのかなとかね。だからサスペンスドラマばかり見てたんで、それはそれでいいんですけど、いつだってね、よくはないですけどね、あの人殺しとかね、そういうのはよくないんですけど、このあとね、なんかいろいろなそういうエピソードなねシーンもありましたよ、この映画。微笑ましいようなね、あとほんのり泣かせるようなね。でその一つに、あのその北海道に行って、あの約束してて、俺の農家慣れてきたらなんか送るよっつって、で後でね、こう、そういう復縁されちゃってね、まあ、それはいいことなんですよ、復縁は。だけど、そういうね、後から付き合った女性にしてはね、もうまた振られちゃったわけですから、悲しかった時に、その最初のね、その私としては同棲は良くないと思うんですけど、そういう同棲してたこの北海道に帰らざるを得なかった、挫折したね、小説家としてはね、まあ、小説家挫折しないですよね、北海道であれって、誰でしたっけ、あの佐藤なんとかさんってね、その方も自殺しちゃったんですけど、笑い事じゃないですよね、これ、なんか笑ってないんですよ、これ、悲しくなっちゃってね、生きればよかったのにね、その人もね、でもなんか、ね、あのそれも日本映画専門チャンネルで特集組みましたけどね、誰だかな、北海道出身のね、なんか芥川賞何回も候補になったんで怒っちゃったんですね。でも、再なんか評価されたね、数年前に佐藤誰さんだったかな、そんな感じでね、じゃがいも届くんですよ、それで、で書いてて、そろそろ送ったらいいタイミングの頃かなとか書いてね、で本あのそのでっかいトラクター乗ってね、その男の人がね、そしたらこう嬉しくなっちゃってね、今日またもう一日お母さん泊まってくねって松村千恵子さんに言って、でポテトサラダ作ってあげるからねとかね、料理屋さんですからね、そういうね、なんつうのかな、本当にちょっとしたね機微のある、なんか悲しいような嬉しいような、そんななんかね、なんつうんだろうな、わびさびとも違うんですよね、なんかこう悲しいようなでも嬉しいような、そんなね、まあね、そんな どんな家庭にもね、中流的な家庭にもね、そういうなんかね、悲しいような嬉しいような、なんかそんなね、ちょっとしたシーンがね入ってる映画で、なかなか複雑だけど秀作、複雑な時代の中の映画なんで複雑ですけど、いい映画だったと思いますね。竹内優子さんの方はね、旦那がね、北村幸也さんがねやってるんですけど、アメリカにね、生物学者で、海洋生物学者でこう行っててね、で単身赴任しないでみんなで行ってて、で息子がね、これ子役時代は違う人なんですけど、エリザベスってベスにね恋しちゃうんですけど、そのベスがね、日本に帰ったら別の男とこう SNS でこう付き合っててましてですね、これも振られちゃってですね、グレちゃうんですけど、で人が変わってですね、杉田ライル、この人はもうむちゃくちゃもうキラキラネームですけど、あれですね、私全然忘れてたんですけど、A ではない君とでしたっけ、薬丸岳さんのね、で昨日の夜見たのが偶然、その主役がその何ですか、三國連太郎さんの息子の、誰でしたっけ、あの人のそのね、その時のこの その映画はね、40歳の頃のかっこいいね、誰だっけ、佐藤ひろ、佐藤こ、佐藤さんのね、また佐藤さんですね、そもそも佐藤さん多いんですよ日本にね、ちょっと待ってくださいね、あ、
これね30分くらいに切り上げたいんでね、もう、あっという間にね、ここからワープします。でね、佐藤A ではない君との殺人犯だったのかどうかっていう息子役で、なんかストーリーも忘れちゃったんですけど、その人だったんですね、その杉田ライドさんってね、うん、今こう新進気鋭の、あとこれ主題歌最後はね、巡るっていう優しい川って書いて、どれだけ待てばいいのですか、あ届かぬか、あいよーだと危なくなっちゃいますけど、それじゃない優しい川ね、あの優香さん、うん、チャゲ&アスカじゃなくて優香さん、これはね多分あれじゃないですか、これ石橋、え石橋亮、原田美恵子夫妻の次女が石橋静香、その姉ちゃんじゃない、なかったでしたっけ、違うか、まあ、違ったらごめんなさい、めぐるっていう題でね歌ってましたけどね、うん、何言ってるんですかね、ぐっちゃぐちゃするんですよね、私相変わらずね、もうぐっちゃぐちゃにしか喋れませんから。で最後はね、山田智さんね、役のねボケながらもご臨終になっちゃってね、うん、なんだっけな、それでもそんでも生きてく強くね、でも竹内結子さんね、なんでこんな命は大事だよっていう家族のね、家族は素晴らしいよって映画に出たのに、翌年ね突発的に1時間前にはね、 旦那と息子たちとね談笑してたってね、笑い合って食事してたっていうのに、なんで上に上がったか、別室にね1時間後にはね、もう旦那が呼びに行ったっていうことですけど、呼びに行ったんじゃなくて見に行ったってことですけど、まあね、なんだか突発的にねお亡くなりになっちゃったんですよね、何だったんですかね、うん、なんかそういう、だから家族もなぜだかわからないってね、なんかね、そんな、で一方じゃ蒼井優さんね、妹役の方はね結婚しちゃってね、なんか不思議な、女優さんとかね俳優さん自身もね本当に、まあ、本当に命がけっていうか、本当に冠婚葬祭のコントをね最後ですからね、いや本当長いお別れがね、竹内結子さんになっちゃうとはね思いもしなかったでしょうね、この映画撮ってる時なのもね、うん、まあ、そういうね、とにかくいろいろ喜怒哀楽がある人生ですけど、やっぱりね結婚したいのにできない人っていうのは、そういう奥さんもいなければ子供たちもいないわけですから、結婚したくてもできなかった人っていうのは本当に経験ができたかもしれない経験ができないわけですよ。だからそれはやっぱり社会が応援してくれなかったら、これ自分の努力じゃどうにもなんないことなわけですよこれね。特にそんなにこうイケメンでねモテモテで金持ちばっかりじゃないですから、人生っていうのは。だから本当に結婚したくても結婚できない人っていうのは、何とかしてくれて結婚できる人ができれば男女2人は助かるんですよ。それで生まれなかったはずの子供が生まれたかもしれないし、生まれたはずの子供が生まれないわけですから、もう3人4人ね、この人生がこう彩る、人生の彩りが変わってくるんですね。だから本当にね、結婚したのにできなかった人が少なくなるように、結婚した人はできるようになる社会になるように本当にお願いしたいと思います。